どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はサマータイムレンダー見ていきたいと思います。このアニメに関しては4話を最後にその後ちょっと活動を休止してしまったので、5話から10話に関しては個人的に見させていただいて、今日から11話リアクション動画としてアップしていきたいと思います。途中からになりますけれども、またですね、皆さんと一緒にアニメ楽しんでいきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、あ、ネズさん、ヒズルさんだ。わあ、ここあれか、しおりちゃんの家、マンホール。なんだろう。この下が新兵たちがいるとこ？違うよね、距離的に。これめっちゃキモいの。おー、何匹いるのこれ。あ、3発入れる とあれなんだよね、封じ込められるんだよね。あ、牛尾が狙われてんだ。腕の怪我だ。うわ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 、キモい。おそう、やるね。あ、聞く。牛尾。いや、そう、めっちゃ頼りになる。あ、来てるね。うわあ、あはははは、髪結ぶと龍之介なんだよね。いやー、こっちはこっちで、お、合流するかな。いやー、龍之介とね、根津さんが来てくれればめちゃめちゃ戦力になるけど、ただあの牛尾の影の剣があるから、もうこれ以上はちょっと力になれないみたいなところで別れたんですよね、あの新兵と。いやー、でも4話を最後に、まあリアクション動画終わってるってさっき冒頭で言ったんですけど、その次の5話がね、もうめちゃめちゃやばい回でした。あのお祭りの、あの4本の手のでっかい影が出てきて、もうラスボス感満々の感じだと思ったら、それがね、ハイネだっけ、あの左目が赤くて右目がない女の子に変わって、あれがなんだろうね、右目がないから、やっぱその右目が新兵の右目とやっぱつながりがあるんでだろうけど、どういうつながりがあるんだろうっていうのと、あと新兵がタイムリープっていう言い方で合ってるか分かんないけど、こう戻る時に、俯瞰して見てる時にそれをね、ギロッと見たところもあったから、やっぱ干渉ができるんだろうね、その異次元の空間に。あと牛尾ものタイムリープはこう戻ってきてる謎も解けましたよね。あ、こう新兵についてきてるんだっていうのが、それ1話の時からちゃんと見てれば分かった伏線ではありましたよね。はい、お、いえ、見よう。トキコも出ない。トキコは何してんだろう。なんだ、何、
だろう。あー、しおりちゃんのゴム。うわ、うーい、久々に。これどっちの鉄さん。うん、あれ、しおりちゃんの影ってやっつけなかったっけ。あ、マンホール刺してる。あれ、この時間軸でやっつけてなかったっけか。気のせいかな。うん、へー、どういうことだろう。うん、え、ここ入ってくの。早い。うん、スナックです。お手柄。ああ、なるほどね。いやいや、もう絶対そっちでしょ。うん。する偽善。ああ、ミオたちも来る。みんな来るね。いや、あれ、しおりちゃんの影、あれなんだろう。あれかな、新平の腕ギュッて掴んだ。それこそハイネかな。なんだろうね、これね。サンゴ。うん、影。え、そうなの。うん、なるほどね。ああ、なんか聞こえるんだけど。なになになに。ああ、後ろか。やばいね。これか。うーん、その食事って、うん、あー、なるほど。そうね。うん、ずっと治らないってことだよね。うん、そのものを消すってこと。うん、何、あれ、
え、トキコだ。あの横に影っぽいのいなかった今。うん、なるほどね、地下を。島の真ん中。ああ。ヒルコ堂、うん、ヒルコ様が住み着いた。カリキリのせがれ。ああ、この二人。しおりちゃんか。うわ、あ、やばい。あ、しおりちゃんっぽいね、服からすると。うおーい、今のってミオがコピーされた？おうおう、うん、なに？ミオってもう影死んでるから免疫があんのか。これ何？うん、その横のやつ何？不良品回収。うん、どうだ。何？聞かないの？うわ、あれ？影じゃない？マジか。くー。え、なに、トキコ、もうちょっと。あ、これ祭りの時にいたわ、この先生。あれ、これトキコとミオに
声かけてきたあの警察官だよね、多分ね。いやいや、もう分からん。いやー、トキコ、うん、さあ、いやー、言うこと聞いてるし、何が？あれ、さっきのお父さんか。お父さんとつながってんのかな。ひるこ様、ここで出てきた。おお、すごいね、龍之介。新兵たちと近いんじゃない、これ。うん、深海の生物をコピーできるぐらいこう潜れるんだね。うわ、いやしおりちゃんの、こん時ね、やられてなかった？あの3個のやつも、じゃあれ嘘なの？はいね。何？うわー、なにこれ。おお、これはいね。うわ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 、人間の影じゃない。うわ、さんがマジか。あれ、一瞬未来見えるのか。うわ
ちょっとやばい。ああ、まだ死んでない。龍之介。てか、根津さんが。あら。うわ。9時なんかあんの。いやー、すごいことになってきた。ああ、分かってる、しよう。こんな時でも。出てくる、ひるこ様。ミオにだけは言わないで。なんで？なんかトキコ前ミオの前で泣いてたけどさ、なんかあんのかな。何？うわ、ここで終わりか。あの女の子だ、はいね。え、あれがひるこ様だったってこと？そういうことだよね、多分ね。え、で、9時になるとお腹減るっていう情報って今回初めてでしたっけ？なんかもうすごいわ。今回特に、なんか整理するのが難しかった。なんかルートがね、3つあったから、新兵たちのと、ミオたちのと、あと龍之介たちとのやつが3つあったから。でもいる場所は多分同じ地下の洞窟にいるってことだよけど、いやー、でもあれか、根津さんと龍之介のところはちょっと大ピンチ。龍之介が撃たれちゃってるから。で、あれ何、2秒ずれてるっていうのも新情報だったと思うけど、龍之介がなんかチラッとこう未来が見えるようなシーン、前にもあったと思うけど、そういう能力があって、で、ハイネっていう風に口に出してたから、龍之介とハイネはちっちゃい頃かは分かんないけど合ってる、つながりがある。で、お互いの存在についてもなんか認識してるような感じだったけどね、体を持たないみたいな。あー、で、あとトキコね。トキコはあれ何なの、影でも何でもない普通の人間としてのトキコだ。トキコがお父さんとこうつながって、お父さんがまあなんか真相を握ってるみたいな感じなのかな。血の夜って、何このサブタイトル、すごいね。いや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 。で、あとトキコがね、なんかミオにだけはっていうようなこと言ってたけど、前回だったかな、雨が降っているベンチのところでミオにね、こう泣きながら一緒に祭りに来てだっけかな、ちょっと言葉忘れちゃったけど、なんかお願いしたシーンもあったから、まあ、トキコはミオに対して特別な思いっていうのがなんかあったりするんでしょうね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。